今年こそは今年こそはとこう思ってることが一つあるんですよ。もうね、何でもかんでも袋はかけないとね。今までこれオーナーさんの木も200ぐらい、袋かかると思うんだけどもさ、思い切ってね、ここはね100ぐらいで抑えてみようかと思っております。うん、お久しぶり、お久しぶり。寒くなりましたね。今こちら長崎もね、だいたい8度ぐらいかな今日はな。昨日までどんよりしてさ、寒くて寒くてね、一番やっぱり硬いのは手かな、手のひらだな。他はね、だいたい着ればね、寒さは防げるんだけどもさ、今年もやってきましたね。去年もね、同じように、ちょこっとパラパラとかけてみたんだけどもね、まあ1ヶ月間かけて袋かけていくわけだからさ、まあ早いのもあれば、ちょうどいいっちゅうやつもあるわけね。じゃあ早速ですけどね、花を見てみましょうかね。これオーナーさんの木ですね。どんな具合かね、先ほどね、数えてみたのよ。去年はね170だったでしょ、だいたいそれぐらいだったんだけどもさ、今ね数えたらね230ぐらいあるね。やっぱり少し植えてますね、花はね。まあ230ですから、そうですね、まあ私のもなんか改革なんてことを言っておりましたけどね、難しい。まあ一応ね、60% を目指して230の 60% ちゅうたら150ぐらいかな、150ぐらいだな。それぐらいまあ袋がかかればいいかなと思っております。一応これ札束じゃないんですけどね、袋なんだけども、だいたいこれで100キビリですね。一応、また欲が出ちゃならんもんだからさ、200一応準備しました。まあこれをかけてみようかなと思っております。まあどうなるかわからんからね、できればねいいやつだけ取りたいんだけども、難しいねこれね。また欲も出るしさ、なっとればさ、またなんちゅうの、寒さでね雪が来たら死んじゃうこともあるやろうしさ、それでついつい多めにかけちゃうんだな。決してその小さいのが、ビワも小さいのはダメかっちゅうたらそうでもないもんね。やっぱり商品と作れば売れるんだからさ。でもねそれはまあ人手不足もあるわけさね、正直言うて。なったはやっぱり人手不足やな。これさえなければね、どん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 かけていくんだけどもさ、やっぱりね、この1年のうちの20日間ぐらいでしょ、なかなかね厳しいのよね。地元からって思ったんだけどもさ、みんなお役長さんばっかしやからさ集まるわけないもんな。みんな猫の手も欲しいぐらいあるからさ、その期間はさ、まあそういう具合でね、正直言うて頭痛いのよ。なっとるから袋かぶせたいしの。またこれは紙でしょ、紙やからね、中身がどんなかね途中経過がわからないのよね。一旦開けてしまうとね、そうするとまたね、白子やなんやかんやでさ、剥げたりするからさ、まあそのままじっとしてるんだけどもさ、そうだな、最初ちらっとこう見てみましょうかね、オーナーさんね。それから一つ一つちょっと袋の云々も見てみようかな。まあやり方はね去年と一緒やからね、ちょっと真似方だけでよし。どんな具合かこうやってね、もう
もう身がしっかりしてるのはねいいけどね、こんな感じでしっかりしてるのはいいけどさ、あ問題はあこんなのなんてねまだまだ早いしね、ちょっともうちょっと置いとかんばいけんやろねこういうのはね、まあこの色もちょっとなあちゅう感じはあるんだけどもね、これ見えるかな、こうだろこうね、ちょっと一人でするもんでなかなか難しいところあるけど、ちょっとこれを3個までに落としていきたいと思います。どう？どう？いいね。こんな風にね、一房から一枝から一個なるようにね、実を置くといいですね。こうやって3個。こうすればいい実が取れるでしょう。レオナさん、こんな風にまあしていくわけね。こうやってね、1個2個3個こう1枝に1個3個ずつぐらいね、1枝に1個1個1個こうやって3個するといいね、今は終わりましたね、終わりました。そうですね、いくらかぶったかというとこれだけ残りました、180か、あちょうどいいぐらいだな、いいと思う、それまあ去年とだいぶね調整してきたんだけどもさ、去年はいくらだっけ、170か175、だいたい160か170ぐらい株主だと思うけども、あちょっと増えたから自分は改革やとか言いながらね、減らしていこうと思うけどさ、ついついでもね全体像から見たら230やっぱねそれぐらいかかってちょうどいいんじゃない、計算上はちょうどいいかなと思いますね。去年よりも何全体としては50ぐらい多いからね、去年はほとんどかぶせたんだけどもさ、今回は調整して、それぐらいやからなってたんだね、やっぱりそれだけビアがね、そう思ってしました。一応オーナーさんの木ですけども、まだまだあれだな、反省する点はもっともっと誘引だな、誘引を欠かさずしていかないかんな、いつも日記帳ね、日記を新しく年が変わった時は私は常に第初っ端継続というね、継続それをスローガンでやってるんだけども、まだまだ足りないな、結構頑張ってやってるつもりやけどもね、なかなか気は大きくなっていくしね、生き物だからさ、したつもりがまだ足らなかったな、まだ足らなかったかなという感じかな、難しいね、難しい、いや、トロネは難しいね、でもね、
去年なんかさ、そうそう、去年なんかもう最初袋かぶせる時からさ、もう死んでたのね。今年はそういうのがない。うん、ほんとそれがまあ一番いいかな。去年もね、かぶせた時ね、もう半信半疑だった。うん、生きてればいいけどな、死ぬのかもしれんなと言いながらかけたんだけどもさ、今回はもうね、もう威張ってかけましたしね、まああとは自分の目を信じるしかないんだけどもさ、かなり自分手は老けたつもりよ、捨てたつもりでおるんだけども、これでかぶったんだからさ、まああと自分の目を信じるしかないね。自分の目、勘だな、これはいい悪いのこう選別しながら袋をかぶせていくんだけどもさ、あ、そう思ったな。うん、今オーナーさんのね、木をね、こう180かぶったやつをこう見てもらってますけどね、うん、まあまあね、これは上等だな、と思いますね。うん、それだけね、みんなかぶってくれればさ、いいんだけどもね、そういうわけもいかんしね、うん、いいんじゃないね、うん、はい、今全体像をね、見ていただきました。ね、まだまだほら、一袋もまだかぶせてないところもまだたくさんあるんだけどもさ、パラパラかぶせたところもあればね、残ってるのはまあここわせは済んだんだけども、こういうのは鈴風ですかね、が残っておりますね。あと1ヶ月かかるな、うん、今月いっぱいで、今何月だ、3月なの、入ったばっかしか、頑張ってやらないとね、終わらないかもしれんな。でもね、やるしかないんで、一つでも二つでもね、かぶせていこうかなと思っております。はい、今日はここまでだな。うん、そしたら今日の何、ピアノ教科書、今日はここで終わりたいと思います。お疲れ。